1958年 NHK 連続ドラマバス通り裏で女優デビューされると、若い頃は清純派女優として、年を経ると実力派女優として、60年以上にわたって女優を続け、プライベートでも数多くの俳優たちと噂になるなど華やかな人生を送られてきた戸分幸男さんですが、ネット上で半身不随説が流れました。今回はそんな戸分さんの半身不随の真相についてご紹介します。戸分さんは20代の頃から舞台出演で捻挫を繰り返していたそうですが、完治していない状態で次々にハードな動きを伴う舞台をこなしていたことから、徐々に両足のくるぶしが悪化していき、40代からは痛みを感じるようになったそうで、寝ていてもズキンズキンと痛み、冷やすなどしてごまかしていたそうですが、それでも痛みが増していき、舞台で履く靴は痛みを緩和するよう特注するまでになっていったそうです。そんな中、戸分さんの骨はいつの間にか変形していたそうで、医師からこのままでは歩けなくなる、10年前の足に戻してあげますと言われたことから、67歳の時自身の腰の骨を一部切り取り、それを足首に継ぐという骨移植手術をすることを決断。2011年舞台ジョン・ガブリエルと呼ばれた男の公演が終了した2日後に入院されると、まず片足を手術し、もう片方は1ヶ月後に手術されているのですが、左右合わせて21時間に及ぶ手術は無事成功。その後5日月間入院され、さらにリハビリのため1年間休養されると、水中ウォーキングなどのリハビリに励み、無事完治されたのでした。実際戸分さんは2011年8月には舞台姑は推理作家の山吹蘭子役で見事現場復帰を果たされているのですが、リハビリ前には半年間の車椅子生活ですっかり下半身の筋力が落ちてしまっており、二度とお客様の前に立てないかもしれないと一時は不安になったこともあったそうで、長期間仕事を休んでその後復帰できるかどうかというよりも、本当に元に戻って歩けるようになるのか、その不安の方が大きかった。死ぬまで舞台に立ち続けたい、それにはまず歩けなくてはならないでしょう、ちゃんと歩ける足になりたい、その一心でしたと懸命にリハビリに励み、私から女優を取ったら何も残らないですからね、お芝居は同じ役を何度やってもその時その時で新しい発見があります、今は舞台に立てることのありがたさを身に染みて感じてますねと、再び大好きな舞台に復帰できた喜びを語っておられました。ちなみに戸分さんは手術からほぼ1年後には普通に歩けるまでに回復し、2015年9月にはヒールを履くと少し疲れると感じる程度にまでなられたそうです。そんな中、戸分さんは仕事や子育てに忙しく疎遠になっていた高校時代の旧友たちと頻繁に会うようになったそうで、集まるとすぐに学生時代の自分に戻れますからね、みんなで会うと気が休まるというか、緊張しないで自然になれるというか、とにかく一番嬉しい時間ですと時々食事会を開かれるほか、2015年4月には数人の仲間とアメリカへ旅行されたことも明かされています。実はその背景には2012年に唯一の身内だった妹さんが60代の若さで他界されたことがあったそうで、父や母を送るのは子供としては普通のことだと思ってました、年齢の順番ですからね。でも兄も60代でしたし、3年前に亡くなった妹もそうだったですからね、若かっただけに余計にショックだったですねと、高校時代の友人たちと会うことで心が救われているとのことでした。戸分さんは47歳の時、当時35歳だった歌手の西城秀樹さんと交際し、結婚間近とも言われました。次は戸分さんと秀樹さんの馴れ初め、別れの理由、交際期間をまとめます。西城秀樹さんは1955年に広島で生まれ、
小学生の時からドラマーとしてバンド活動をしていました。高校1年の時スカウトされ、1972年17歳の時家出同然で上京し、恋する季節で歌手デビュー。その後、傷だらけのローラ、ヤングマンなどの大ヒットで男性アイドルのトップに上り詰めました。戸明幸夫さんは1989年47歳の時 NHK ドラマ夜の長い叫びに主演しました。戸明さんが演じたのは夫婦仲が冷え切ったキャリアウーマンおよし、そしておよしに憧れを抱く部下の役として西城秀樹さんが出演。そしてなんて優しくかっこいい、こんなこと他に誰ができます。あの日から私の頭の中はキラ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 、心臓はドキ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 して、この恋心がスタッフや他の人にバレないように細心の注意をしながら、でも心の中ではどうぞこの仕事が長引き、終了が少しでも遅くなりますようにと願っていました。そして撮影期間中に戸明さんの肩からアタックし、秀樹さんもそれにいらえ、大スター同士の熱愛が始まったのでした。戸明幸夫さんと西城秀樹さんの交際がマスコミに知られたのは1989年6月のことでした。秀樹さんは当時ミュージカル坂本龍馬に主演、戸明幸夫さんは新神戸オリエンタル劇場で3週間にもわたる公演を何度も見に行って、最終日は同じホテルに泊まり、朝二人でコーヒーを飲んでいました。そこからワイドショーに追いかけられるようになり、秀樹さんは真剣に愛しています、戸明さんは西城さんとはフィーリングが合うのと実質的な交際宣言をしました。同年秋には2人でハワイ旅行へ行こうと画策しますが、ワイドショーのレポーターが先回りして現地で待機している騒ぎとなり、会えなく断念。2人きりでゴルフ場に行ったら、隣のコースで芸能人ゴルフ大会をやっていて、慌てて引き上げたこともあったそうです。翌1990年1月には戸明さんが芸術座の正月公演に出演していたのですが、大雪で車が出せなくなり、なんと秀樹さんと電車に乗って芸術座へ向かいました。熱愛報道の渦中にある大スターが着物姿で電車に乗っていたものだから、とても目立って大騒ぎになったのだとか。同年3月には2人でロサンゼルスへ行き、10日間を水入らずで過ごし、秀樹さんが好きなゴルフやスキューバダイビングを一緒に楽しみました。しかし当時は2人とも最も仕事が忙しかった頃で、荷物のパッキングなどは全てスタッフに任せていた時代。荷物の片付けを私がやるのと喧嘩にもなったそうでしょう。ロスから成田空港に帰国する時もマスコミが張っているにもかかわらず、一緒にゲートから出てきた2人、秀樹さんは交際を全く隠さないオープンな方でした。戸明幸夫さんと西城秀樹さんは1990年6月に新高輪プリンスホテルで婚約発表会見を行う予定でした。戸明さんは著書の中で以下のように振り返っています。彼とは婚約寸前まで行きました。出会って1年ちょっとで婚約というのはスピーディーですね。でも年齢を重ねたカップルだったから自然な流れだったのかもしれません。双方の両親兄弟も結婚に反対していて、結婚に踏み切れなかったと戸明さんは語っています。二人の周囲には反対する方がたくさんいました。自分の親、兄弟、彼のご家族の反対を前にしたら、私はそこから先に進めなくなってしまい、迷いを振り切っても結婚するという覚悟が私にないと知って彼は去っていったのです。戸明さんはお子さんを持つことが難しい年齢だったので、特に秀樹さんの美濃お姉さんが強く反対していたと報道されています。戸明さんは著書の出版記念トーク会でも、私は50歳手前だったのですが、やはり結婚すると子供を持ちたいでしょうし、私自身の仕事の両立も可能かなと思ったのですが、すごい周りの大きな反対でそこを押し切ってまでの自信がなかったとおっしゃっていました。戸明幸夫さんと西城秀樹さんが付き合い始めたのは、
共演した NHK ドラマの収録終了後でした。ドラマの放映が1989年5月で、翌月には神戸のホテルでのモーニングコーヒーを目撃されているので、1989年春に交際開始と見て良いでしょう。しかし1990年6月に予定されていた婚約記者会見が白紙になり、その後2人でいる姿は見かけられなくなりました。そして1992年12月のラジオ番組で、秀樹さんが戸明さんとの交際について、あれはもう2年前に終わりましたよと発言しています。ということは1990年にお別れされているのですね。つまりお二人の交際期間は1年から1年半だったようです。別れた後、戸明さんは秀樹さんの活躍を、どっちかというとたまたま目にしても切り替えてみないようにしていましたとのこと。その後2001年に秀樹さんは一般人女性と結婚し、3人のお子さんを設けています。しかし秀樹さんは結婚した頃から脳梗塞を発症し、2018年5月に63歳という若さでお亡くなりになりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。